どうなっているんだろうと心配だということを今聞きましたので、そのことについて始まる前にちょっとご説明したいと思います。はい、観光者の真です。3時半の時点で裁判所より2度目の退去の警告が出されました。少しその後お回りの動きも新しくなりましたので、2度目の警告の時点で中に残っていた十数名、全員で、裁判所より、庁舎外強制退去ということで、何名かは家に担がれて外に出されました。一応ですね、まだ確認漏れはちょっとあるかなと思いますが、今回、強制、退去ということで、その他にもですね、廊下で何名の方が出されております。連行はなかったと思いますが、一応全員こちらの方に、報告集会の会場に到着しておると思いますので、少しご心配かけましたが、そういうことで裁判所の方はですね、今誰もいない状態で今朝こちらにおりますので、報告集会をですね始めることができると思いますので、報告だけ。それでは時間になりましたので、改めまして今日の不当派遣に対する抗議集会を開きます。これからの方針もここで出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私は今日進行係を通したします。第2テントで活動しています馬場と申します。またよろしくお願いいたします。ではまず本日の判決について弁護士の方からお話をいただきたいと思います。大口先生よろしいでしょうか。はい、では大口先生の方から説明をしていただきます。弁護団の大口です。本日は私の2回目にもうちょっと近づけてもうちょっと近づけて、すいません、そうそれで乗ってもらった方が怒りに足りません。簡単に経過を説明しまして、今後我々がどのように戦っていくのかということを、弁護団なりの考え方をお話ししてみたいと思います。もっともこういうオープンな場でありますので、やはりカチンと話というのは少し控えさせていただきたいというふうに思います。それで、ご承知の通り、裁判所は昨年の12月の3日にですね、強行を決心を強行しようとしました。でその時には既にこの2月26日本日の口頭弁論期日というものが指定になっていました。裁判所としてはこの2月26日に判決をするんだと、そうしますと3月の年度内にこの問題についての決着をつけることができるという、そういう政治的な判断からですね、12月3日にこのような暴挙を行ったものと考えられます。我々は直ちに忌避を行ってですね、戦っていきました。しかし2月の26日の段階で、忌避についての即時抗告が東京高裁で棄却されました。これによって、民事37部がですね、裁判に再びタッチできるという状態が現実したわけであります。我々は直ちに特別抗告を最高裁に出しましたが、訴訟法上特別抗告には執行停止力、つまり裁判を止める力がないんですね。そういうことから26日の判決を強行するだろうというふうに考えまして、我々は体制を取ってきたわけであります。案の定裁判所は今月の16日になりまして、私のように
通告をしてきました。すなわち、17日には新興競技技術というものが入っていたわけですけれども、これを取り消します。で、26日には判決を行いますという通知をしてきたわけであります。これに対して我々は最大限戦うのだという方針と体制のもとにですね、まず2月の28日に電力の再開の申し立てを行いました。それとともに準備書面18、19を出しまして、とともに専門家3人の方々の非常に内容の充実した意見書を等を承継提出しました。これに対して裁判所はどうしてるのかということを注目しておりましたが、やはり再開しますという方針を出してもらえということがありましたので、これはいよいよ本日やはり判決を強行するんだということが確定いたしましたので、本日の午前中に最後の忌避を申し立てたわけであります。まあ忌避を申し立てているのにどうして裁判が止まらないのか、判決に、されてしまうのかということについては、いろいろ疑問を持たれている方も、あると思います。まあ、もちろん、これについて私が、説明いたしますが、別に私は納得しているわけでも何でもなくてですね、非常に腹を立てているんですけれども、一応裁判所がどういう理屈、彼らなりのですね、どういう理屈で、そういう運用をしているのかということについてはですね、客観的な事実として、ご存知になっていただいた方がいいだろうと思いますので、一応の説明をいたします。決して私は裁判所の代弁者としてですねお話ししているのではないということを重々申し上げておきたいと思います。そうでないと、お前は一体どっちの味方なんだと叱られる方もいらっしゃいますので、私に説明しておきたいと思います。結局今朝方一之瀬さんの事務所の方で体制を取って忌避を申し立てていただきました。直ちにこの事件は民事第18部という別の部に配点になったわけであります。しかしながら18部は37部がどうするかをまず見るという態度を取りました。そこで37部はこの忌避申し立ては忌避権の乱用だからもう却下しますと、18部はこの忌避の裁判をやってくれなくて結構ですというような態度表明をおそらくやったものと思われます。それで37部はこの忌避は乱用であるということで、自分たちで勝手に一方的に却下してしまってですね、で思惑通りに判決をした、こういう経過なんですね。で、まあ、これまでいろんな公安事件などで刑事裁判を戦われた方々はよくご存知だと思いますが、刑事訴訟法には簡易却下という非常に悪い制度があります。つまりそういう経費は訴訟遅延のための乱用だからもう却下しますという制度が、これはもう随分昔にできておりまして、明帝事件とか、そういう事件の審理の過程で彼らが勝手に作ったわけなんですけれども、一応刑事訴訟法にはそういう簡易却下という制度が今あって、それこそ乱用されているということがあるんですけれども、民事訴訟法の方には実は簡易却下という制度はありません。そんなことはどこにも書いていない。よく言葉の上では、このこういう民事訴訟でもですね、簡易却下したとかされたとかいう言い方がされることがありますが、厳密な意味ではちょっと言葉は不正確なのでありまして、
裁判所は予選乱用法であるという理屈を使ってですね、結局刑事裁判の場合の単位却下と同じことをやっているということがあります。まあ、非常に腹立たしいことに本日は彼らはそういう理屈で我々の行った忌避を乱用却下したわけであります。しかし乱用であるどころか、これはすでに、ホームページ等で挙げられていますので、ぜひ準備書面18と19をご覧いただきたいと思います。また、高松先生、内藤先生、富田先生の3人の先生方の意見書もぜひ目を通していただきたいと思います。我々は乱用であるどころか、この点というものがいかに憲法の立場から見てですね、大切なことが行われているのかと、主権者としての当然の権利を行使しているのかということが十分に論じられています。また高松先生、これは大阪の小児科の先生でありますが、現在福島で起きている事態というものがどういうことであるのかということが非常に詳細に具体的にまた論理的に整理されて書かれてありますので、これはぜひ、読んでいただきたいと思います。また高野先生もあのご希望でありまして、これをあらゆる運動の現場でですね、ぜひ現在の高松あして福島での小児がん多発の問題をどう考えるべきなのかということをが論じられてありますので、ぜひ、皆さんで、目を通していただきたいと思います。こういうことに踏まえてですね、我々はさあこれから裁判をやらなきゃいけないんだと、本当にテントというものをどう考えるべきなのかと、撤去さは、まあ、今日の現場でも言われていましたが、撤去されるべきは原発であり経産省なんだと、いやそれがなぜこういうテントというさかさまなことが言われているのかということを、これからこの裁判において明らかにしようという、そのことをですね、我々は十分に、説得的に論じてあり、そのための資料も出したわけであります。これを乱用とはとんでもないことであってですね、結局彼らは少しでも早く裁判を終わりにしたいと、そして、この現在の原発情勢においてですね、目の上の担当である経産省前テントというものをとにかく撤去したいという、そういう極めて政治主義的な立場からですね、それこそ彼らは訴訟指揮権を乱用してですね、今日の判決を強行したんだという経過なのであります。いかにも抵抗を弾劾したいと思います。また高松先生の意見書を今ただいま紹介いたしましたが、まあこれは統計学の最新の成果にも基づいてですね、チェルノブイリとの比較も行いながら、まあ、論じられていますので、ぜひご覧いただきたいと。それとともにこの内藤専修大学の内藤光弘先生、この方の憲法の方の専門家の方でありますが、この意見書もぜひ、お読みいただきたいと思います。このテント以後をどういうふうに考えるべきなのか、理解すべきなのか、いうことについてですね、極めて、斬新な考え方というものが、憲法学の立場から論じられています。それは大きく言えば2点ですね。一つはこれはまあ今日の現場でも話されていましたが、表現の自由の一つの形態なのかと、何も表現というのは活字だけではない、放送だけではない、こういう人民がですね、自分の意見、政治的見解、心情というものを自分の体で表現する、こういう形式も表現の自由の中に含めて考えなければいけないんだという、そういう考え方が一つ打ち出されています。次に2番目にはですね、
これはまあこの間我々が事務所面でも書き法廷でも主張いたしましたが、エンキャンプメントの権利なんだということを憲法学の立場からですね、論じてくださっているということで、非常にやはり意味のある価値の高い意見書であると思います。つまり、まあ、テントには、あの第三テントの壁に主権者は国民であるというスローガンが語られておりますが、まさにその通りなのであって、この日本というものの、この国家の統治をしている主体は誰かといえば、究極的には我々国民なんだということが最も重要なことだと思います。しかしながら、非常に腹立たしいことに、この大原則がないがしろにされてですね、随分勝手なことがこのすぐ、前の建物の中で行われていると。さらには前の建物どころか、そのまた隣にある建物の中で勝手にどんどん決めてやっているという、こういう事態というものは決して、この日本の土地の根本ではないし、ではどうするのかという、その国民主権がいかに回復されるのかと、どうすればいいのかということの問題が、実はこのテントの問題に最も明確な鮮明な形で出ているということなんですね。まあ我々、投票に行かない方も多いとは思いますが、投票しちゃうと、あとはもう4年間、あるいはまあもう全然、関係がないかのようなことで、あとは自分は多数派だということで彼らは勝手なことをやっている。そういうのは全然民主主義でも何でもない。じゃあ誰が民主主義を体現するのかというのは、我々自身が自分の体によって、自分の頭と声によってこれを表現し体現するんだと、そういう権利は、そういう経産省に対して重要な権利性を持っているんだということが明らかになっています。そもそも考えてみれば、ここは国家の土地であって経産省が管理しているんだというような偉そうなことを言っていますが、そもそもそれは彼らにそういうふうに信託されているだけのことであって、究極のあの土地の所有者は我々国民ですよという、その点に基づいて考えていくならばですね、現在の原発にしろ何にしろ、彼らの言っていることは全然でたらめであり、根拠のない、それこそ妄言だと。海だって昨日のニュースでは、随分ひどい事実が明らかになっていますよね。しかしじゃあ太平洋は当然のものなのかと言えば、全然そんなことはないということに、そこにですね、非常に彼らの誇り高ぶった問題があるのであり、決してそういうものは許容されてはならない。では誰が許容しないのか、それは我々が許容しないんだということをですね、やはり、テントという形で行われてきたんだということが、まあ、憲法学の立場から整理されて論じられていますので、これもぜひ読んでいただいて、いろんな現場で使っていただき、活用していただきたいというふうに思います。やはりそういう形で新たな人民の権利がどうあるべきなのかということについて、テント自体も新しかったし、また理論的にもですね、その新しい地平というものが開かれてきているんだということを、我々は肯定的に総括してですね、次のテントあるいは他の現場でですね、やはり活用しているということで戦っていきたいというふうに思います。ところで、まあ、残念ながら判決はこういう形で強行されたと。まあ、申し訳ないんですけれども、判決が具体的にこういう文章になっているというのはちょっと我々自身も知りません。大事な知らないでどうするんだと言われるかもしれませんが、まあ、法廷では入られた方は、まあ、なんかよく聞こえなかったというふうにおっしゃってますし、なまじ代理人が入っていって、じゃあこの判決を持って帰ってくれてこう渡されると、
非常に困ったことになるわけなんですよね。まあそういうことも考えまして、我々としては現場には行きましたが、法廷に入ることは、まあ少し控えていたと。まあああいう裁判官の顔を見たくないということがなかったわけではありませんが、やはり今後のいよいよ強制執行とどう戦うのかという段階に入っていくわけでありまして、そういうことも考えた上での、まあ、代理人の行動であったということでご理解いただきたいと思います。決して、現場から逃げ出したわけではございませんので、若干の言い訳をしておきたいと思います。それで、やはり、こういう段階に入ってですね、やはり、次の闘争は僕らも強制執行との戦いだということを我々は見せなければいけない。これをどう戦っていくのかということにつきまして、まあ、あまり具体的なことはこの場では控えさせていただきたいと思いますが、まあ、基本的にはどういうことが起きているのかと、何をこの現在の安倍政権がやろうとしているのかというその事実そのものをですね、リアルにまた即時的にですね、日本あるいは日本だけにとどまらず国際的にですね、やはり明らかにしていくと。決して日本人は安倍の塩の言いなりになっているんじゃないぞと、まあこういうところでいろんな現場で戦っているんだという発信がされていると思いますが、このテントについてもですね、そういうことで全世界的にその情報をやはり受け取っていただくということが、まあ、大事だと思うんですね。やはり、まあ、私は常々言ってるんですけれども、まあ、経産省なんか偉そうに言ってますけれども、本当は彼らは我々に感謝すべきなんですよね。実際これが、まあ、本当もう東電一色安倍一色であればですね、やはり、まあ、外国の方から見れば日本人は何を考えてるのかと、会うちゃうかというふうにですね、やはりなってるはずだと思いますよ。しかし、まあ、政治の表多数の理屈ではなかなかあれだけれども、日本人は何も決してこういう問題を許してですね、政府にそのままついていってるわけじゃないんだというそういう事実は心ある世界の方々には確実に届いていますから、ね、まあそういうことで日本も、まあ、いろんな意見があるんだと、原発に対して別なこういう、国民の動きもあるんだということがあるという、でそれを経産省が、いや自分の庭先でどうぞって やらせるということは、ほらむしろ経産省は評価するされるべきですよね。でそういう意味だから感謝すべきなのに、何ですかね、偉そうにその言うことぐらいのことをね、やはり、まあ、考えなければいけないですよ。それが主権者が国民であるということの、まあ、意味ですからね。まあそういう点で、次のやはり、段階に確実に入ったということに踏まえまして、代理人としては可能な限りの戦術を使って、戦っていきたいと、それはもう全国のあらゆる現場でもで戦っている人たちに対する我々のメッセージもありますし、今後のこのテント闘争の今後のやはり戦っていくエネルギー、その出発点ということになると思います。まあそういうことで、私たち代理人も皆さんと最後まで共にあってですね、戦い抜く決意覚悟でありますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。お持ち込みましてですが、今府知事さんの方から正式なメッセージを届きまして、今現在裁判所の方に捕まっている人はいない、全員ここにいるということを発表してくれと言われました。皆さんここにおりますので、どうぞご安心ください。それでは続けていきたいと思います。まずそれで戦闘裁判のことについてですが、まず被告の正清さんにお話をいただきたいと思います。正清さん、いらっしゃいますか。
満員で、皆さんの本当に期待を心からありがたいと思っております。ご承知の通り、裁判所は途中からおかしくなっちゃってわけわからん形で進めてきましたけれども、私たちの声というか、私たちの原発やめろという声は、これはもう決して日本の問題だと思ったら大間違いで、実は世界の人たちがもう早々と、実はテント作ったのが一昨年の9月ですけれども、10日したらもうオランダのメディアが来まして、それからフランス、イギリス、そして、アメリカ、さらに、台湾、韓国、そして中国、さらにインドと、もう全世界の人たちが我々のいわゆるテントを高く評価をしてというか、報道していただいております。したがって全世界の人たちが、おそらく多かれ少なかれ日本のメディアとは違った意味で広く評価をされているということは、このいわゆる原発が日本だけの問題だと思ったら実は大間違いで、世界の問題に今なってきてるんだということを、ぜひこの機会に皆さんに分かっていただきたいと思うんです。つまり、したがって逆に彼らもいわゆる原発を簡単にやめられないという問題があるのかもしれません。それは分かりません。しかし、とにかく国民の7割までが間違いなく原発をやめろということは、もう何回世論調査しても変わらないということを、私たちが高く評価しなくちゃいけない。ただ残念ながら、今いつの間にかもう福島の原発はもう終わったかのような報道が進められております。で、このことを我々は十分批判しなくちゃいけない、また一人一人に分かってもらわなくちゃいけない、そういう戦いが十分組めてないか、あるいは十分でないからこそ、今日は大変皆さんを入れていただいて、ありますけれども、例えばその総選挙の結果が必ずしもそのまま現れてないと。で、来年はご承知の通り、参議院選挙があります。で、この参議院選挙が一つの大きな焦点だというふうに私は思っております。そういう意味でも、とにかく日本の原発は世界の問題だということを、まずきちんと分かっていただきたいというふうに私は思っております。したがって、これまでいろんな形で私たちは戦いを続けてきました。私自身の立場から言えば、すでにもう40年もこの原発についてはやめろということを言ってきましたけれども、残念ながらいろんな形で運動を続けられた方々が徹底的にいじめられた、徹底的にやられたということを、私どもは本当に、残念に思っております。しかしながら、あのテントができたために、息を吹かした、特に ご婦人方が中心で、女性の場合だと9割までが間違いなく原発やめろという声はもう変わらないんです。そういうことをぜひ皆さん分かってもらいたい。さらにご承知の通り、すでにもう100人を超えている、被害を受けて、子どもたちがやられているという状況を、本当は正しく伝えなくちゃいけないのに全く伝えられていない、そういうことをぜひ、皆さんは一人でも多くの人に伝えていただきたいということをお願いをして、私の言葉に、ご報告に返させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではもう一人の被告であられます淵上さんにまた質問をお願いしたいと思います。淵上さん、お願いします。
皆さんこんにちは、藤上でございます。今日は雨の中本当にお疲れ様でございました。いつも天気の日ばっかりじゃないんで、たまたま2月26日、まあ、どなたかを申しておりましたけれども、かつて226事件が起きた日であります。その日からまた日本が戦前の話でありますけれども、非常に暗い時代に一足飛びに走っていくという、そういうあの時でありました。本日はたまたま雪ではなくて、雨なんですけれども、まあ、それでも気温はせいぜい7度ぐらいというところで、非常に寒い中本当にあのお疲れ様でございました。でさて、先ほどの大木先生も申し上げました通りですね、本日法廷には私は出ていないんですね。でもちろん弁護士さんも出ていない。でこれについては弁護士さんの方が一番ご説明あったわけですけども、あの私が例えば出ていくとですね、書記官あたりに判決文を押し付けられて受け取ったみたいなことになりかねない。で私嫌ですよ、いらないよっていうふうに仮に言ってもですね、もうあじゃこじゃと口頭だけでもって、判決については私に送達をしたと、そういうことになりますとですね、直ちに先ほど大石先生もおっしゃっておりましたけれども、強制執行の段取りが一段早くなる。で私はそういうことはあまり許しがたいということでもって、とにかく皆さんには非常に申し訳なかったんですが、法廷に臨むことはありませんでした。その間30分ぐらい控え室で遊んでました。まあそんなわけですけれども、まあ、そういうことなんで、その点についてはご了承いただきたいということになります。でそのことによってどうなるかというと、まあ、言ってみれば少々時間的に、強制執行のタイミングが遅くなるのではないかと、まあ、この程度の話です。最終的にいつ来るかについては誰でもあの分からない、つまりいつかなどということについてはね、分からない、いつ来てもおかしくないという状況にあの今すでにあるわけであります。さて、皆さんも何回繰り返し、いろんな方もおっしゃっておりますけれども、2011年の9月の11日以来、すでに4年近くにわたって、あの3年半ですかね、3年半にわたってあのテントが立っているわけですけれども、これを建てた根本的な理由というのは、3月11日のあの事故に対して誰も責任を負わない、そして最も責任を負うべき東京電力と経産省、言ってみればその中の資源エネルギー庁というふうに言ってもいいかもしれませんけども、これが責任を負わない。なおかつ経産省の中には原子力を規制する原子力安全保安委員というのがかつてあった。今これがなくなって、規制委員会というふうになっておりまして、でこの規制委員会の構成メンバーはかつての経産省の安全保安委員のメンバーがほとんどです。そういう状態で同じことを今繰り返そうとしている。で私どもが建てたのはテントを建てたのは9月になりますけれども、もうすでにその段階で我が国がせっかくというかいろんな事情があって止まっている原発をそろそろ再稼働させるという動きが極めて露骨に始まったわけです。ですから私どもは原発の再稼働に反対をするということを基本的な中心的な活動にあのスローガンを掲げてあそこにあの始まったわけです。でこれはですね、いやあそこに我々が旗立てて立っているということによってどんな現象が起きるか、今起きてるわけですけれども、やはり一つの日本の脱原発運動、反原発運動の一つの象徴、唯一ではありませんよ、ここのところは誤解なさらないようにしていただきたいのですが、一つの象徴、あるいは一つの拠点としてですね、生まれてしまったんですね。生まれてしまったと私が言うのは、私ども自身がそんなに立派な展望を持っていたわけじゃありません、率直に申し上げて。しかし皆さんにこれを注目していただき、全国の皆さんがあそこに激励にやってきていただく、そしていろいろ話し合いをしながらですね、あのテントは結局脱原発の運動そのもののものである。もっと具体的に言えば、今ここにいらっしゃる400人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、この方々のものである、そういうものとしてこのテントは運営されてきたわけです。私個人のものではありません。もちろんなんとか半とかっていう所段いくつかの団体のものでもありません。そのことに
このテントの重要な特徴があるわけです。そういうことで3年半にわたって皆さんの力によってこのテントが守られてきた、皆さんの力によってこのテントが発展をしてきた、そのように私は本当に考えているところであります。だからこそ逆に国家権力で言いましょうか、原告で言いましょうか、経産省で言いましょうか、要するに脱原発運動はあの原発推進の経産省の、まあ言ってみれば隣って言えば隣、近所と言えば近所なんですけども、ここにいるっていうのめんどくさくてしょうがないよこれ、ええ、目障りなわけです。そして保険にも関わる。しかし先ほど大木先生もおっしゃったように、我が国の国民はよく考えてみると経産省は推進だけど、その途端にテントが立って反対だっていうやつもちゃんと堂々と存在しているということはやっぱり大事なことなんです。そして我々頑張って、まあ、皆さんと一緒に頑張ってきたわけですけど、実は今日判決が出されたわけで、主演を呼び上げたらしいです。私はいないから分かりません。でも大体の方は呼び上げたということを聞いて、いらっしゃるわけですけども、しかしもううるさくてですね、しかも村上裁判長が12月の3日以来ゴニャゴニャゴニャとしか言わないですね、あの場は。私のように言語明瞭を内容を読めばいいんですけどね、その言語明瞭はないわけです。400人近くの傍聴者がいるところでね、寝言みたいなこと言ったら誰も分からない、分からなきゃ分からないよ、みんなが怒るに決まってんの、これ一体お前何が言いたいのかと、内容は何なのかと、1これ2これ3これというふうに言ったわけじゃないんですよ。ごにゃ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 と言って、なんとか、なんか全体に言うと7項目かなんか言ったらしい。で、その中にお金の話も出てきまして、1日何百円あたり、何万円あたりどのほうなんていうこともあったようですけども。で、ただし私としては先ほど申し上げたように、この判決を私は受け取っちゃうと、今日からでも、明日からでも、強制執行の段取りが取れるという、こういうつまらないことになるんで、まあ、とりあえずそういうのはご遠慮願うということで法廷にはいかなかったわけですけども、いずれにしても裁判者はごにゃごにゃと言って何かを言って1分か2分で退廷するという騒ぎ、傍聴人を含めてですね、怒るのは当たり前です。大きな声を上げたくなる運動というのはそういうものです。しかしそこでずっと頑張っちゃうとつまんないことも起きる、程よいところで引かなきゃいけない、まあ、こんなこともあるんですね。で、いずれにしてもこの、終了してくださいという話ですから、まあ、感想だけ私は一つだけ申し上げておきたいと思います。予定されているというか予測している判決内容ではありますけれども、改めてそういうものが出されたについて私は一種の緊張感とともにですね、誠に残念だろうというふうに皆さんにお伝えせざるを得ない。我が国の司法がやっぱり東京地裁の村上裁判長によって改めて国家権力に屈辱するものである、そのことが露骨にはっきりした、そういう意味で私は非常に残念だと思います。しかし残念だというふうに嘆いていても仕方がない、私たちは明日からまた戦わなきゃいけない、脱原発運動を続けなければいけない、日本の原発が全部なくなるまで頑張りたいと思うんです。これはみんなの力です。せっかく昨年の5月に福井地裁で立派な判決が出されました。そうした立派な判決をその他のいろんな問題に関して日本の司法が積極的に出して、つまり国民の味方として国民に対する正当な公平な立場として正しい判決を出すように希望しますけれども、まだまだ東京地裁あとは古い古い権力と癒着することが全く何の抵抗もない、このような裁判官がまだ跋扈している、そういう状態です。ですから忌避の問題も、あるいはそのいろんなその他の裁判上の手続きの問題についても簡単にいかないわけですね。しかし我々は必ずしも裁判だけを戦っているわけではない、外野でこうやって集会をやり、そしてみんなに呼びかけ、訴える、そういう活動がちゃんとあるわけです。
日本人1億2000万ぐらいですか。例えばこの方々が原発反対だけどデモをやればという話がありますよね。しかしそれはなかなか難しいよねと、こうなる。しかし難しいけどそこまで持っていかざるを得ない。我々は長い道がかけてそういうふうに実現をしていきたい。で、選挙で勝てるかというと、まあ、必ずしも勝てかね、勝てないかもしれない。難しいんですね、選挙は。ええ、もちろん大事なことですよ。しかし、とりあえず大衆運動をやめて選挙で頑張ると、これはあんまりうまくないよね。ええ、はっきり言って。我々は我々の声を上げなきゃいけない。で、このテントの我々が設立した精神というのがあります。これはテントを建てた精神ですけども、先ほどいくつか申し上げましたけども、脱原発の具体的な目に見える物理的な存在であり、皆さんに可視化しているというこの問題です。もう一つは継続的に存在するということです。私はこういう動きを、この裁判がどうなれば全国的に進めていきたい。で、そこにその張本人がもう一人いらっしゃいますけども、仙台でテントを立ったんです。なぜかというと、仙台テントが、あ、仙台の九電の原子力発電所が最も先に再稼働しようという動きがあったから、そこで抗議の声を上げざるを得ない。地元の皆さんにはお断りはしませんでしたけれども、しかし結果として地元の皆さんにも大いに歓迎され、激励を受けて今日既に4ヶ月近くなっています。どうか再稼働反対の問題とこのテントの運動を戦っていくということを結びつけて共に戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。市民のための司法を私たちは取り戻さなくちゃいけないといけませんし、選挙もとても大事です。ではもう一つ大事なものがあります。それがカンパアピールです。滝内さんおいらっしゃいました。よろしくお願いします。本当に恐縮なお願いで心よりお見申し上げます。ただいまよりカンパ袋を前の方から回させていただきまして、受け取らせていただきます。いつも同じセリフで本当に私もうんざりしてるんですが、カンパ袋が破けるといけませんので、できるだけ軽いもので、しかも数えやすいものでお願いしたいという、本当にわがままなお願いで恐縮ですが、ぜひ ご協力ください。この場をお借りしてちょっと説明をさせていただきますが、私どもは判決文を受け取っておりませんので、地裁の判決は分かりません。しかし明らかなことは、仮執行付きのテント撤去である。これが一つ。もう一つは、国有地使用料相当損害金、長新しい名前なんですが、これがですね、提訴されたときに1100万円余りでした。私の計算によりますと、本日現在で延滞金も含めて2800万円を超えています。これが被告2人に課せられる、テント全体に課せられる、そういうことに対してですね、皆さんと共に満身の怒りを持って、しかしながらできるだけのことはしたい、そういうふうに思っております。私たちは仮にテントがなくなったとしても、反原発の炎を燃やすわけに、消すわけにはいきません。最後まで反原発の思いをつなげ、これからも、そしていつまでも地球上の原発が一機もなくなるまで共に戦ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。力強い言葉と、それと皆様のご協力よろしくお願いいたします。このテント裁判では、朝日屋さんと内上さんが通産省に勝手に被告にされました。で、テントを守る者として被告は2人だけではない、私たちも穴場を占拠している当事者であるということで、独立当事者参加陳述書を提出しています。陳述書を提出した方はご起立願いますでしょうか。ありがとうございます。その中で、蘭桐生さんから、発言をしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。一部ファンの皆様お待たせしました。私の時間がやってまいりました。なんか5分間ぐらいだって出が無口だから5分喋れるかどうか分かりませんけど、これがね、私が一日を書いて珍しく五七五の短いの専門なんだけど5300字ぐらい書きました。その中から書いてまんねんって感じですけど、我々なんだっけ、共同被告じゃない、なんていうんだっけ、訴訟なんていうの、まあ映画ファンの皆さんなら昔見たかもしれませんが、古代ローマ帝国に反乱した奴隷の反乱のスパルタカスって映画がありましたよね。あれで、スパルタカスたちは果敢に戦うんですが、最後ローマの制圧軍に負けて捕まった時に、向こうのローマ軍の司令官がスパルタカスは誰だって言うと、本人がまずパッと立って俺がスパルタカスだって言うと、隣の人は俺がスパルタカスだ、次にまたスパルタカスだって、最後には全員が何百人何千人が俺がスパルタカスだと言って叫ぶという感動的なシーンがありますけども、我々は別に正清さんと淵上さんだけが被告だとか何だとかとは思っていません。やはりこの原発を何とかしなければ日本が滅びる、そして地球も滅びるという事態が決して大げさではなくて来る可能性を十分持っていると思います。そのぐらいものすごい深刻な問題だということに対して何ら反省もなければ、謙虚な耳をもう貸さないという経済産業省あるいは原子力帝国に対して抵抗するというのは私たち人民の抵抗権の行使であって、またそれは日本人だけがやればいいということではなくて世界大のこれが問題だという思いがします。そういう中で私はまあ何度か経産省前やら東電前やらでこの3年4年喋ってきて、まあそんなぐらい喋ってるんですけど、皆さんも大体年配の方多いから田中正造ご存じでしょうけども、私が生まれたのは群馬県側の足尾道具事件の被害地の一角でして大浦郡というところなんですけども、1970年に宇井淳さんたちが東大で始めた公害言論というのがありまして、その年私は19かなぐらいですけども、初めて足尾の山奥に行きました。私たちの市民グループのみんなで行ったんですが、足尾の萩山をご覧になった方もいらっしゃるでしょうけど、あれは本当に映画猿の惑星ではないけども、核戦争後の地球っていうのはこんな風景なのかなと思い起こさせるような荒涼たる風景です。で、足尾に行ったんだから続いて、高徳事件によって村が滅ぼされた柳生村の跡地も見に行かなくちゃいけないなと思ってみんなでまた見に行って、渡良瀬遊水地っていうのは皆さん行ったことがある人もいるでしょうけど、ものすごく広いところなんですね。これは東京の山手線 の内回り外回りとなりますけど、内回りの面積ぐらいあるって話ですけども、すごい広大な湿地です。で、その辺の中に今日の福島の人たちをはじめとする被災された人たちが苦しんでるような被害の実態を隠す、あるいは賠償をサボる、さまざまな問題も含めて歴史的な教訓がもう100年以上前の高徳事件の中にあるというのが私の一貫した立場というか思いでして、そういう中で、まあいろんな私がだから1970年が東大で公害言論が始まって翌年だったと思うんですけど、高徳事件の一帯の地域の中で渡良瀬川シンポジウムという公害シンポジウムというのが始まりまして、第1回目は群馬県の館林で開かれたんですが、その時からずっと参加してまいりまして、足尾から谷中村から足利佐野、藤岡町、太田市、館林市、埼玉の北川辺町といった、いろんなゆかりの地域を歩いたり、田中正造は、死んでから分骨されまして、栃木、群馬、埼玉の3県にわたってお墓があります。6カ所あります。だから私は田中正造生きてる時もみんなのために骨を折って、死んでからも骨を折ったって言ってるんですけどね。その中に、まあ、田中正造は一昨年になりますか、没後100年ということで新聞やテレビやいろんなところでも結構番組があったり報道があって、まあ昔から比べればかなり知られるようになりましたけど、
田中正造が亡国に至るお仕方があるはこれすなわち亡国と言って国会に質問した時に山形有朋が質問の意味がよく分かんないから拒否するっていうか却下するっていうようなことを言って答弁せずと言ったというのがまあ有名な話ではありますけども、そういう権力行動っていうのは明治維新の後そして戦後のいや敗戦の後の戦後一応改革と言われたような中でも全く変わってない、そして今日も全く変わってない、そして今年は戦後もう終了もう早いね、戦後70年というところでね、こんな時代と世の中と日本をどうするんだという時代を改めて問い直されてるし、そういう中で我々はできるだけのことを総力を挙げて戦わなくてはならない時代を生きてると思います。この記述書何度かコピーしてきましたので、お読みになりたい方は後で差し上げますから、お帰りの時にでもお声掛けください。よろしくお願いいたします。昼夜守るために活動していただいております。皆さんよくご存知だと思います。江田さんからの発言です。江田さんよろしくお願いします。皆さん、先ほどの経産省前での集会の時もちょっと発言するということになりまして、あまりそういう予定を特にしてなかったものですから系統的な発言というふうには全く参りませんで、どっちかというと行き当たりばったり、まあ私の行動はほとんどいつも行き当たりばったりという批判も、まあ、あるのかも分かりません。まあ、そういうことでですね、まあ、今もそうなんですけれども、やはり考えてみると、まあ、いろいろ、まあ、いろんな方がいろんな発言しますし、みんな、まあ、ものすごい言う通りで、やっぱりこれだけ大勢の方が何らかの形でテントをね、関心を持ちから支えから毎日のようにあそこへ座って、いる方、まあ、いろんな方があります。つまり三者三様というよりももうとにかく100人100様にですね、やっぱりテントに関わってきた、それがやっぱりこういう力を生み出している。問題はこれをこれからどういうふうに、先ほど淵上が言いましたけれども、いわば脱原発の運動をやっぱり実現するにはどうしたらいいんだ、それを真剣にやっぱり考えないといけない。で特に、まあ、今は社会的にですね、まあ、いわば非常に危機的な状況が進行しているのは皆さん肌で考えられると思います。でその肌で考えられる危機的な状況というのは、まあ、いわば ある種の、まあ、引きずられるという意識ですね、引きずられるというか考えを他者に預けてしまう、それで非常に冷酷になれる存在が非常に増えているということなんですね。これは、まあ、いろんな病理的な問題があると思うんですけれども、まあ、こういう形でいわゆる運動をするということに対するある種の敵対心、そういうようなものがまた醸成されていくというような関係にあると思うんです。でそういう時にはですね、それに対応した運動というものがやはり求められるのではないかと。で試行錯誤であってもそういう方向をやっぱりつかみ出していかなければ対抗できていかないというような、まあ、思い込みがちょっと私ありまして、まあ、テントの場合もそうですし、それから、まあ、仙台テントなんかでもですね、やはり多くの現地でそういう孤立の中で、悩みながらやっぱり参加してずっとやってきてる運動家というか、まあ、市民活動をやってきてる人たちがそれなりに大勢いるんですけれども、やっぱりそういう人たちが一様に歓迎してくれたのは、やはり何かこう一つの支えといいますか、軸といいますか、いわば何て言うんですかね、要するに一つの単位になるというか、つまりそういう依拠をする、そういうようなものが核になるようなものがやっぱりできつつあるという実感で期待するというようなことを、まあ、皆さん全部おっしゃるんですね。まあ、そういうことを考えると、じゃ あ脱原発の運動はこれからどうしていったらいいのか。で、まあ、一つには、まあ、これは私のそれなりの勝手な言い分ですけれども、我々は私は60年代安保の世代です。それから70年の世代の方もいらっしゃる。
大概の方がやはりこういう状況の中で戦っていられる方はそれなりの反権力のですねやっぱり戦いなりなりにそれなりに関わってきた方が非常に多いと思います。でそういう人たちがやはりこれからですね1回目2回目つまり60年70年で正直言って敗北してきたと。で敗北した結果そのこういう社会が出来上がってきているという、まあ、相対的な関係があるわけですから、まあ、そういうことでこの脱原発にしろ沖縄の戦いにしろこれにどう関わることによってやっぱり最後の3番目の戦いを決着するかつけるかというようなやっぱりチャンスである。つまり人生の、まあ、一種の決算をですねやはり試みてみるべきだろうというような、まあ、感じを持っておりまして、したがってそれはやはりまあ、中央革命の時に、まあ、調整というようなこう形でねやっぱりそのあれを達成するためにやはりある意味では核を持って捨てていくと。それでそこに一つ の結集したものを作り出してそれが新しい出発をやっぱり約束してくれると、まあ、いうような感じでですね、ぜひこの原発の再稼働ラッシュそれに対する戦いをね日常の中で打つというのはものすごい大事なものでそれでやってきた。だけどその日常自体をねやっぱり離れてでもまあ調整的な感覚で持続した運動をやっぱり作り出していくというふうにまあ皆さんにぜひ呼びかけたいと思います。まあ私は年寄りは年寄りの戦いがやっぱり必要だと。でこれに対してきちっとしたものを出さないと若い人も目覚めることはできない、まあそういうふうに考えております。ぜひよろしく一緒にやってまいりましょう。そんな山口から黒田節子さんお願いいたします。皆さんこんにちは。雨の中ご苦労様でした。ですね先ほどの大口弁護士さんやら石上さんが最後まで、まあ、残れなかったそのさまざまな立場上あります配慮もあります。その分私たち最後まで、担ぎ込まれるまで女たち4人頑張りました。そしてそれを見守る人たちも5、6人いてくださって、私たちはふんわかと雨の中を放り出されました。しかしそれ以前にも男性の何人かがかなりこう強引に出されましてですね、やはりここにも女性差別があるなどと思った次第です。ですねそうですね、テントのことでこの裁判が始まりましてですね、弁護士さんたちが頑張ってたくさんいろいろな書面準備書面とか実は私たちいっぱいもらったんですけどなかなか読むことができなくてですねごめんなさい。それで昨日あたり改めてですねちらっと眺めてみたらとても何か立派なこと立派なっていうか私たちの福島の女たちの活動をのこと細かく書いてくださっていてこれを読んでですね改めて感動したというか私たちそんなこと やったよねみたいな感じなんですけどちょっとそれでね読み返してみたんです。これをちょっと皆さんと共有したいと思いました。準備書類の9というところでです。こういうこと私たちは2011年の秋に3日間の座り込みをやっておしたわけです。これが初めての行動でした。で私たちは何を訴えたかといってここに4つ書いてあります。これを当時の総理大臣などなどに訴えていったわけです。その1つ4つありましてね、全ての原子力発電を直ちに停止させ廃止廃炉とすること、2つ目、定期点検トラブルなどにより停止中の原子力発電の再稼働を行わないこと、3つ目、子どもたちを直ちに国の責任において避難疎開させること、4つ目、原発立地自治体を補助金付けにし自立を妨げる原因となっている電源散歩を廃止すること、この4つを2011年の秋に掲げているんですね。本当に私たちこれ
以上のことはもうない。今しかし残念ながら全て全くその通りの主張を展開しなくてはいけないという状況であります。この時私たちは経産省の後から分かるんですけど別館というところに30名ほど入れましてですね、今は入れないですね、この間も行きましたけど、女たちが涙ながらに自分の生活の状況、まあ、もう子どもたちと離れなければいけなかった状況をアワプラネットさんなどなどが世界中に報道してくださったことを生々しく思い出しました。それからもう一つ、これは昨日これまた改めて見たんですが、応援団の、ニュースを作ってくださっています。本当にありがとうございます。ご苦労様です。応援団ニュースレターの3ナンバー3っていうところに、これは私の文章で申し訳ないんですけど、ここもまたちょっと読ませていただきます。福島の者はいなくても代わりに雨の日も風の日もここに座って抗議している人たちがいます。何のためでしょうか。福島のことを心配し子どもたちの命を守ろうとしてです。テントを守ってくれる人たちが罪になるなら頑張れ。テントが欲しいと思っていた私たち、テントを拠点としている福島の女たちはさらに重罪です。しかし福島を訴えることが罪ですか。原発はもういらないと世界に訴えることが咎められることなのですかと書いています。本当にこの福島からのやむにやまれの発言、これを許さないというこの司法法律って一体何なんでしょうか。私たちは当たり前のことを訴えてるだけです。そして今日も最後までそのことを大きな声であるいは語りかけるように申しましたが、職員と私たちを担ぎ去らせた職員たちとこのことを私は最後まで訴えていました。福島の状況っていうのは本当に3年半前に全く変わっていないどころかさらにひどい状況になってきています。子どもたちが 100人以上の子どもたちが甲状腺がん、それから強い疑いということで、これはチェルノブイリの例を見るならばこれがさらに急上昇でカーブが上がっていくことが予想されています。にもかかわらず国や県はこのことを第一原発の置かれた放射能のせいだとは未だに認めていない。本当にひどい国に私たちは暮らしていると思っています。福島の現状をいっぱい言いたいですがそれはちょっとカットします。最近のことで今一つだけ例を挙げますとですね、女性自身でネットでもらっていますからお読みになった方も多いかと思います。最近伊達市、福島県の伊達市というところで山の中の小さな集落で例のエントスの首謀者ジャック・ロシャール、それから福島エントスを堂々と名乗っている安藤涼子さんなどなど海外からの専門家を呼んでですね、その渡航費用などは東電が持っているということが明記されています。そこで地域シンポジウムなるものが開かれてですね、まあ、原発の放射能の勉強をすると、そしてこういうことが語られたそうです。がんより心配なのは骨であると、骨食べ物、それには食べ物、運動、一行が大事だと。それは一見そうでしょう。そうでしょう。しかし、安全な食べ物、安全に運動する環境、放射能のない日光というものは福島にもないわけです。とにかく半分ぐらいはね。それをほったらかしにして、
保証を心配するとそちらの方のリスクが高いですよと言ってるわけです。専門家がわざわざ海外から来て、あるいは地域の食生活、食文化ですか、それを守るために子供は、100、大人は1000ベクレルぐらいまでは大丈夫だということに しませんかと、しようよと、そのような発言もしている。何ということでしょうか。これは食文化のための発言ではなくて、そのぐらいの保証も大丈夫だ、あんたたちここから逃げるんだと、そういうことを堂々と言っているわけです。で、つまり賠償金を、お金を出すことをいくらでもごまかして、お金を少なくさせる、賠償金、保証金をけちって命を、私たちの福島の命を削った上ですね、そういうお金は出したくないと、そういうことを国の力、県の力、専門家の肩書きでやっています。これがありとあらゆるところに、すべての政策に共通しているところです。私たちはこういうところに毎日暮らしています。どうか皆さん、福島のことをさらに知っていただきたいと思っています。それで最後ですけれども、テントと女たちということでよく思うんですけど、私は勝手にです、これは女たちの共通認識ではありませんが、女たちはアメーバーのようなものだと私は勝手にそうよく思ってるんですね。で、考えてみると、そのテント自体もアメーバーのようなものではないでしょうか、本来。アメーバーって一体何だと、この間ネットで改めて見たんですけど、アメーバーっていうのはギリシャ語で変わるという意味だそうです。私も知らなかったんです。変わる、変化する。で、アメーバーってこうグニャグニャしてですね、こう押したらこっち側の方にポコッと出たりして、勝手に触手を伸ばしてなんかこう動く。そしてありとあらゆる形があるんですね、いろんな形。そういうことも改めて分かりました。で、不定形である、変幻自在である。で、もうそれは大体分かってました。もう一つはですね、昨日これも分かったんです。増殖速度が非常に急激だということもある。いつもそうではない。 だから活性化した時にブワーッとなる、このイメージってなんかいいですね、皆さん。で、まあこのテント裁判第1ラウンドは終わったかなと、まあ終わらないかもしれませんが、終わったのかな。私たちは本当皆さんと一緒に検討したと思います。最大限検討しました。本当にご苦労様でした。まあ終わってないかもしれません。ウォーミングアップはもう十分できたかな。第2ラウンドが待っているのではないでしょうか。私たちは沖縄にもつながりたいと思っていて、個人的に何人か沖縄に、去年かな、何人かは行っています。そこにテントがこうありまして、諦めないことが勝つことだとパッと貼ってありました。本当にそうだなと思っています。オール沖縄っていうのがどうして可能だったのか、沖縄にも友達がいますので聞くと、やはりね、一夜にしてなされたものではないと、非常に困難ないろいろなことがあった上で選挙があったということです。私たちはいろいろあるでしょう。だけどやはり福島という時に、これはオール福島と言っていいのか、福島この場合はカタカナあるいはアルファベットだと思うんですけども、やはりそういうことを少しは やはりもう意識していかなくちゃいけないかなと思っています。私たちは小さな、見えないけれども顕微鏡には見えないけど、小さな核を一人一人持っていると思うんですね。アメーバも核はあるそうです、よく見えないけども。で、私たちは人間だから核あります。
あの顕微鏡で見える角もあるだけど見えない角も皆さん一人一人持っていると思うんですね。小さな角、それをやはり一人一人が本当に大事にしていく、相手の角も大事にしていく、尊重し合う、そういう運動を私たちは作っていきたいなと思っています。最後ですけれども、2月4日5日あの鹿児島の女たちと福島の女ちゃんたちが共同アクションということで、具体的に一緒に再稼働反対の行動を起こすことができました。もちろん優しい男たちの協力、絶大な協力があった上でのことです。私たちはこれをもっともっとやっていきたい。女たちは諦めない、増殖する、あちこちに押しかける、はびこる。どうでしょうか皆さん。それからもう一つ、3月11日私たちはこれを福島の日にしたいと思っています。今のところまだあのちょっとしか集まりません。だけどこれは毎年やっていきたいと思っている。長崎や原爆が世界の日になったように、311は福島の日にしたいと思っている。皆さんどうか参加してください。ありがとうございました。ありがとうございました。お互いの核をお互いに大事にする戦い、そんな戦いにしていきたいと思います。それでは、第一テントの当番に、ま、あの毎週金曜日行動をしている方はご存知だと思います。橋幸さんです。クロラさんが本当にいい話をしてくれたので、もう私は何にも必要はないんで、あのおまけですので、 あまり考えないで聞いてください。私がテントに関わるようになったのは、2012年の官邸前行動が一番あの盛んになる時期になる1、2週間前、もう最高潮になるほぼその時期に、私もああそういうものが今有名なんだと思って、見ておかなくちゃと思ってきて、帰り道にじゃあテントというのも寄っていこうと言って回ってきたら、お茶をごちそうになりまして、そのまんま居ついてしまってお茶を出す側になりました。だから金曜日にこういうあのふざけた格好をして、お茶とかお菓子とか、まあ、ごくたまにはお汁粉とか、まあ、そんなようなものを出してあの頑張ってる皆さんを激励するようなことをずっとやってましたが、こうお前はこう なんでそういう本質と外れたことに力を入れるんだというか、だいぶいただいておりますが、あのなんていうかビラ書いたりとかスピーチしたりとか、皆さんすごい才能がある人が多くて、私ができるのはあの料理ぐらいだったりするもんですから、そういうことになっております。ただあの面白いのは、こういうみんなが一生懸命本気で抗議行動をしてスプレーコールを飛ばしている時に、お茶とお菓子と言って現れるこの脱力感が、あの多分原発推進の役人から見るとたまらず、こうたまらない、こうふざけたやからで、本当に腹が立つらしくて、後ろから突き飛ばされたりすることもありますから、あそれなりにこう経産省の喉に刺さった魚の骨ぐらいの役には立っているかなと思いますね。あと私がやってるのは、まあ、本当本質と離れたことしかやってないんですけど、テントの周りに植木鉢並べてお花を育てるとか、なんかこう関係ないんですけど、ただ花がこう10月に来たあの右翼もどき の防寒、第二テントをひっちゃがめちゃがひっくり返していった防寒も、花鉢を蹴ろうとして足を出して、やめてお花蹴られって言うとやめるんですよね。それは3回ぐらい
いりまして、結局あいだけ大転倒をひっくり返されて、横断幕は引きちぎられるし、こう棒は歪んでるし、もういろんなことになってんだけど、花鉢は一つも被害に遭わなかったという。やっぱりこれが生きているものがそこにただいるだけで、あの横断幕とかそういう命のないものとは別の力があるのかもしれない。だから私たちも何ができるわけでもないんだけども、相手が役人であろうが警官であろうが、あなた本当にそれでいいと思ってんですかって話しかける、こう命のある立場の人が実際に生で喋るっていうことは、やっぱりそれなりに効くんじゃないかなと思いました。で、本当私何もできてないんだけども、勉強も嫌いだし、帰りは毎回遅刻だし、どうしようもないんだけど、今日は頑張るぞって決めて、今日は最後まで法廷を出ないって決めてたんだけど、なんかそう思っててきた人いっぱいいたみたいで、これはいつまでたっても出られないかなと思ったら、運び出していただきました。今度から運び出されるうちにちゃんとカメラマンを準備しておいて、運び出されてくる人をちゃんと撮影していただかないともったいなかったと思いました。そんなわけで、いよいよ後半戦に入りまして、今日もね、座り込んで法廷から動かない人たちに、男の人たちがもう早く帰ってください、出てくださいって言いに来たんだけど、はい、ごめん、やめるから、ごめん、スケジュール闘争わからないんで、私たちずるずるいますけど、今後もそうかもしれません。テント出ろって言われてもね、どうかな。はい、失礼しました。ありがとうございます。私もその温かなお茶に癒された人で、はい、タイガードおそしネットからです。すいません、実はですね、ちょうど1週間前にここで再稼働に関わる、仙台原発の再稼働に関わる交渉をしたんです。その時は40メートル足らずだったんですが、非常に有益な結果が出たのに、あんまり広めていないので、ちょっとここでその話をさせていただきたいと思ってお願いしました。仙台原発は今ご存知でしょうか、審査書が9月10日に出て、もう合格書が出たというふうに報道されています。ですけれども、それは真っ赤な嘘です。今回先週の報道で分かったことは、ただいま審査中であるということ、そして黒枠白抜き学士の公表、データの公表をしてまして、これは宮殿のデータですが、もう全く不合格に相当するぐらいいろんなことが問題があります。これは山崎久隆さんが指摘しました。そしてその設置変更許可は OK 出たけど、工事計画は全くまだまだ終わっていない。で、同じことが高浜もそうです。ですから、ここで絶対言っておきたいのは、まだ私たち、出すここのテントは再稼働阻止というのも非常に重要なテーマとしておりますし、再稼働阻止全国ネットワークにはテントからもたくさん参加しているわけですが、そんな中でやはり報道されている情報としては、もう仙台高浜が出て、あとの泊まりからいっぱい今審査中だ、もうみんな決まるじゃないかというふうに皆さん思われているかもしれないですけども、全くそうじゃありません。こういう一番突出している仙台でさえ、先週も交渉した結果としては全く全然問題がいっぱいあると。で、今一番ページが用意できないので、たくさんの人が今やっていて、2月中に1号機3月中に2号機のその、申請書が出ると言われてますけど、それもだいぶ難航してるみたいですが、実際になぜ難航しているかというと、それは基準地震度の問題だと我々は推定しています。要するに、370でしたっけ、もともと30年前に370ぐらいで作ったやつを620ぐらいに上げたんですね。で、620があって本当は甘すぎるんです。柏塚寮で2300まで出たわけですから。ですけれども、その甘い620でさえクリアするのが大変なんです。これは後藤正史さんがもうだいぶ前からおっしゃってました。そんなポンコツ車、30年前のポンコツ車のね、性能を2倍ぐらい上げるようなものなんですよ。そんなことが本当にできるか、そういう問題が今まだ進行中だということ、それがあまり報道されていない。
そのことをお伝えしたくて一言申し上げました。それで、あとすいません、一つだけ、テントですけど、これからまだ非常に厳しい今日の判決が出ましたので、厳しいですけども、まだまだ頑張りたいと思ってます。で、私は日曜日の担当で、日曜日に泊まっていまして、日曜日の泊まってる、今常連で3人がいるんですが、その3人がですね、毎朝、月曜日の朝、チラシ巻きをしてるんですよ。8時半から9時半ぐらいですけども、通勤客がいっぱい来ます。霞が関に入る人たちがいっぱいいます。その人たちにテントのチラシを配っています。で、皆さん来てくださいということを訴えています。こういった行動も非常に大事だと思います。いつまでこれが残れるか、なんとしても失したいと思いますが、残っている限りはこういったことも繰り返して続けたいと思います。共に、 脱原発再稼働阻止に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それでは、テント応援団、いつも力になってくれています、富田さんからご発言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。テント応援団の富田です。今日は雨の中、本当にこれだけお集まりいただいてありがとうございました。また、こちらに溢れているようですけど。 今日はですね、皆さん、いろいろお話をされてしまったので、私が話そうと思ってたことは、ほとんど、話をされてしまったんで、話することが、一つだけ実は残っております。というのは、二つですね。で、一つはですね、この間、福島の富岡町に、行ってまいりました。 そうしましてね、ずっと、車に乗って歩いてみたんですけれども、何が一番目につくかっていうとですね、廃炉した土を詰めた袋ですね。あれと、それから作業員が来てくる車です。100台ぐらい止まってる、なんだろうと思うとですね、作業員が来て。それで実際に、その除染と言っておりますけれども、 部分的な除染ですよね、実際にやってるの。で、部分的な除染をやって、安全になったから帰っていいですと。要するに、放射能に対しての安全神話、安全神話を作るための作業、そういうことを実際にはやってるんだなと。ただ、実際に道路がありまして、道路の右側は、 そういう状態ですけど、左側は立ち入り禁止区域です。そんな状態でですね、実際に放射能が浴びないで済むのか、これはもう実際問題としては、もう住めない場所。で、私の印象としては、少なくとも、海側、中通りは、ちょっとわかりませんけれども、要するに、何通りでしたっけ、海側の、 エリアは浜通りですね。浜通りの方は住めない。むしろあれは政府が買い上げて、そこに住んでいる人たちに対してはきちっと別の土地を提供して、それで生活を保障すると、そういうようなことをやらなきゃいけないんじゃないかなという印象を持って帰ってまいりました。そのことが一つです。それともう一つですね、今日2900万ですか、2900円に の後に丸が4つつくわけですよね。そういうような金額が何か提示されたような話です。で、これをですね、その、縁側から正木を2人にですね、負わせるわけにいかない。やはり、これについては我々がですね、みんながですね、みんながですね、みんなが一緒になって支えていく。まあ、弁護団の方としてはこんなの払う必要がないと。 いうことを言っておりますけれども、いずれにしても、それなりの資金調達をしなきゃいけない。まあ、そういうような、考え方を持って、応援団そのものも、まあ、それだけではないんですけれども、立ち上げたという経緯があります。まあ、そんなことで、今後ですね、いろいろな形で、いろいろなお願いを、していくと思いますんで、その点については、よろしくお願いいたします。まあ、この二つを申し上げて、私の話とします。よろしくどうぞ。 応援メッセージが届いております。それをご紹介していきたいと思います。
テント撤去を許すなというこのチラシと、それから淵上さんの声明文と、英語訳を作りまして、あとドイツ語はこっちのテント撤去のチラシしかできなかったんですけども、それをあちこちにメールで送って拡散してほしいということで、お願いしました。 それで、テント撤去を許すならについては、合計8通のメッセージが来て、その一つ、デュッセルドルフからのメッセージを読みます。経産省テントは日本の脱原発運動の象徴であり、それを政権の意向に沿って不十分な心理のままに潰そうとすることに断固抗議します。 国はこの裁判を土地の所有と選挙だけの問題に限定し、 1000万円の損害金を原発事故の被害者である市民に請求していますが、目的は市民団運動の弾圧に他ならず許されるべきことではありません。撤去すべきは安倍政権と基地と原発だに賛成をします。 2月26日、テント前には行かれませんが、ドイツから応援しています。頑張ってください。さよなら原発デュッセルドルフ理事の高岡さんからです。それから呼びかけで東京地裁にも抗議の声を届けてくれということをお願いしまして、その中で反原発ベルリンのハイラさんという方からの メッセージ英語なんですけど、これ訳しましたので、それを聞いてください。東京地裁村上正人のテントは撤去されてはなりません。私たちは2月26日に東京地裁で係争中のテント撤去強行に強く反対します。ベルリンの日本大使館前で毎週2回福島第一のメルトダウンをもたらした結果を思い起こすためにピケを張っています。 ベルリンのコトブス広場というところでは、ログハウス、オラニエ広場というところでは抗議キャンプなど、再開発に対する抗議、また放射能廃棄物、高濃度放射性、放射能廃棄物輸送に対する抗議の現場から得た私たちの経験から言えることですが、民主主義を記念するために作られた国のサイトだけではなく、 記憶や警告を発し続ける場所に人々を認めることは、人々にそういう場所を認めることは重要だし、役に立ちます。強い民主主義はこのような方法によってのみ成長することができるのです。私たちは地裁が市民を基盤として、よくバランスのよく取れた配慮をなされるように期待しています。本当に聞かせたいですよね。 ドイツの反原子力ベルリンから経産省が完全に鎮圧から手を引くことを支援する人々を支援します。まだ他に今紹介できなかったものもあるんですが、それは後ほど第2テントのブログの方に載せたいと思いますので、皆さんそこでご覧になってください。どうもありがとうございます。 米国からと、それからチベットからも届いております。これもブログの方に載せておきますので、ぜひご覧くださいませ。それでは、柳田さんいらっしゃいますか？とても皆さんに、皆さんを勇気づける文章があるということで、ぜひ読みたい。私も読んでほしいと思いましたので、ご紹介したいと思います。上にマイクを。持ってった。経産省テント広場に対する憲法学者の意見書というのでとてもいい中ですね。ちょっとだけ読みたいと思います。皆さんのお手元に僕のテントを守ろう特集号の担保者のビラであります。ちょっと読みますね。経産省テント広場に対する憲法学者の意見書ということで、内藤光弘さんという専修大学の憲法学の先生、表現の自由とエンキャンプメントの自由、エンキャンプ
生して居住する自由ですね。結論のところだけ読みます。以上、これは10ページ目の文章最後ですね。以上を述べていた、論じていたことによる以下のことが論証された3点。第1に、テントの設営及び居住は憲法21条を保障する表現の自由だ。そしてその一類一つとして集会の自由の実行行為である。かつ本件テント広場におけるこのテント設営や居住の自由による意見表明活動は原発事故により長期避難を余儀なくされている災者や放射能被害に苦しむ福島の人だと、そして反原発脱原発を主張する一般市民が人間に値する生存を維持しようとするためのやむにやまれぬ行為であることから、とりわけ強く表現の自由の保障を受ける。とりわけ強く表現の自由を受ける。第2、経産省テント広場はいわゆるパブリックフォーラム、公の広場みたいに当たりますから、経産省の管理権よりも市民団体側の集会の自由の権利が、自由の保障が優位されるべきである。集会の自由の方が経産省の管理権よりももっと優先して尊重される。第3、経産省による市民団体に対する提訴、この裁判ですね、訴訟による権利救済などの実質的な法的利益がない、経産省に利益がないと考えられるかとから、裁判を利用した言論抑制、いわゆるスラップ訴訟であり、実質的な表現の自由への侵害行為である。以上3点を述べています。昨日担当者のメルマガで流したところ、かなり反応がありまして、全国あちこちで転送されているようです。皆さんぜひ活用してください。一緒に頑張りましょう。を生かしている一つの、いい例が、この判決文という判決文じゃない、この、憲法的現象でしょうか。それでは、一番肝心なところに来ました。テント広場から具体的な行動提起をしたいと思います。高瀬さん、よろしくお願いします。高瀬です。行動提起の前にですね、今日の裁判ですが、まあ、いろんなメンバーざっと聞いてですね、基本的な中身はこういう中なんですね。予想では先に言われたように判決は7点だと。で、それで裁判長最初に忌避を申し立てられてるけども、これはもう却下したと、却下するって言いますから、だから私に判決を出す権限がありますっていうことをまず冒頭に言ったそうです。それで判決の中身は7点で、1点目は、テント撤去ですね。2点目は被告淵上正清の退去、2つ目、3つ目が金お金の払いで、この3点については仮執行付きだと。つまりその2人についてはこのお金については差し押さえがあるってことですね。つまりいつでもやる。でその金品については1100万で112万何がしっていうことでやったっていうことで、あと以降はちょっと曖昧だっていうことで、だから要は国の主張ですよね、でやるということ の, 判決です。まあ詳細はもうちょっと文書が来てからになりますが、撤去、退去、金品を払え、この3点については仮執行付きだということです。それで、あとですね、この会場337名で過去最大です。で、傍聴の方は333名でした。これも最大でした。で、それで、強制退去されたメンバーが3人、最後から残って、運び出されたメンバーが8人、ここで逮捕者はいないということ、このが現状です。それで、まあ、こういうふうなですね、判決の中身で、現局面ですが、これは皆さん言ってる通りで、この判決はだからまだ我々のところに届いてないんですよね。だから、まあ、今日送ったのか、明日送るのか、そうすると、代理人は大西さんですが、大西さんの事務所、大西さんは受け取らない。そうすると、それが返る。で、それで、速達、ないしはその送ったっていう時点で、いつでも強制的にできるようになる。だから、3月2日とか3日くらいになりますかね。まあ、そろそろ分かりませんよ。
国が行くことですから、そういう状況の中でいつでも強制的にできる状況になります。そういう状況に私たちは直面しているのが現状です。それで強制的なイメージですが、これは皆さんあの弁護士の方が言ってらっしゃいますが、午前3時とか4時頃に来るんです。執行官が責任で執行する、そのために業者を連れてくる、で妨害排除するために警察なり機動隊を連れてくる。それであとは想像ですが、来て退去命令をして、退去しなさいということを通告して、まあ、やり取りがあって、でその周りは多分その全部封鎖されるだろうと、で外部の関係は遮断されるという中で、日の出と同時に強制的に始まるというふうなイメージで、これイメージですよ、イメージなんですよね。でそうすると、我々はあの天としてどう戦うかということでですね、今議論しているのは、やはりその天とはその全国の反原発闘争の象徴だから、その途切れちゃえとか言い方されてまして、先ほどあの黒田さんの報告したからも涙が出たんですが、やはりその福島の方々がそこに自分たちの主張の拠り所があるとか、全国の反原発闘争の現地で戦っている人があそこに、あそこでも戦っているというところはですね、拠り所だとするならば、このですね、まあ、X でか分かりませんが、非常にこうあの短い時間です。それはですね、まあ、全国のテントの支持者が目に見える形で我々のテントについて、テントにいる面もああいう抵抗してる、だけどもこういうふうに潰されたとかね、撤去されたとかいうのが目に見える形で、そして全国全世界の注目の中でです、俺はこの強制撤去を出して戦いを展開する、そして結果としてね、ああいうふうにテントを撤去するからやな、再稼働出づらくてできづらくなったじゃないかとかね、そういうふうに権力を思わざるを得ないような戦い方をどうするかということを俺は考えています。でそういうことを考えていくつかあります。一つは先ほど言ったように目に見える形で戦う、で非暴力不服従で戦い抜く、対峙する、戦う、粘る、粘り抜く、戦います。そういう観点で一つ泊まり込みを募集したい、募集します。非常に少ないんです。これは執行官に対して名前を名乗れ、何のために来たんだということを交渉しないといけないということがありますから、しかもそれをですね、中からも外からも全部全世界に発信する体制がいるんですよね。そのために今の人間では足りない。だから泊まり込み、だけどいつ来るか分かりませんからね、ある日突然みんなわーっと行ったらね、じゃあ次の日はどうするんだとかになるわけだから、月火水木金土日泊まり込み、来週にメンバーを募集したい、今日終わったら、まあ、あそこの隅っこで説明しますから、だからその条件は一つ、責任者の指示に従うこと、勝手なことしないというのは大条件ですから、それが一つ。あとはその泊まり込み募集は女性も排除しません。複数で泊まっていただければ女性も募集します。で積極的に募集してください。だけどもし我々は逮捕されることを目的とした戦いはしませんが、拘束される可能性がありますから、それは考慮しておいてほしいということです。で2つ目、あとは撮影するメンバー、テント内、テント前からですね、とにかく駆けつけて私はあちこち発信するよというメンバーもぜひ名乗り上げていただきたい。あとは、今日決議案、こういう決議案をつもりでしたがまだ準備できなかったんですが、経産省に対しては不当判決求断、あ、裁判所に対しては、経産省に対しては強制的するなということもですね、決議案を生じ上げていただきたい。あとはその強制撤去された日は朝から断続的に警察署前で抗議、こういうことやっていますから、これは多少遅くなっても全然、夜、いや7時と夜7時はどうしても、まあ、1時2時になってやってるかな、やってますから来てください。終日撤去と合わせこういうことについてもですね、全世界に発信するつもりですから結集してください。あと先ほど最後に乾杯よろしくお願いします。2人にこれを忘れるわけにいかない、よろしくお願いします。以上です。それでは河合弁護士が駆けつけてくださいましたので一言。テント広場の戦いは脱原発、日本から全ての原発をなくすこと、
これが最終目標です。その一つの手段としてテント広場があるわけですね。で、そのためにテント広場の戦いがあるし、それから東電の役員の責任を追及する東電株主代表訴訟、役員追及の株主代表訴訟もあるし、それから東電の役員、それから経産省、特に規制庁、それからそのエネ庁、そういう連中の刑事責任の追及があって、そして、福島原発の被害を訴え、それを押し立てての ADR の申し立てもある。そして日本全国今、54の全ての原発を止めろということで、私たちの仲間の弁護士、それから原告団が北は泊から南は薩摩仙台まで差し止め訴訟をやり、仮処分の戦いをしている。で、そういう戦いの中、まあ、もう一つはメーカーの責任を追及する訴訟もありますよね。で、そういう広範な全体の戦いの中に、やっぱり私たちのこのテント広場の戦いを位置づけなきゃいけない。で、私たちはその目の前のことに一喜一憂してはなりません。最終目標は日本から原発をなくすことで、その目標、いわば北斗七星を見ながら航海をする船のように、あそこが最終目標なんだということを見つめ続けて、緩めない戦いをしようではありません。で、まさにその揺るがない戦いの象徴がこのテント広場であるわけです。私は日本全国飛び回ってます。訴訟のためにも、それから日本と原発という映画の宣伝のため、監督挨拶に飛び回ってます。そうするとですね、みんながね、テント広場のことに言及するんですよ。昨日茅ヶ崎行きました。したら、いよいよ明日判決ですね、いい判決が出るといいですけど、多分ダメでしょうねって言ってました。だからそれは一喜一憂しちゃいけない。一つ負けても次がある、こういうふうに言いました。本当にですね、日本全国の人たちが脱原発を、ね、目指す戦いをしている人たちは、みんなこの経産省前の脱原発テント広場のことを一つの象徴のように考え、あ、みんながあそこで仲間がいるな、あそこでみんな戦ってるんだなということを心の支えにしてずっと頑張っている。で、今度仮に負けても、今いろんな戦い方があるし、それからこの戦いを逆に言うと世間や世界に注目させるちょうどいいチャンスだというふうにプラス思考で捉えるべきだ。今まで何日でしたっけ、960? 1200? あ、そうだよねいや、ごめんなさい僕ね、毎日通るたびにご苦労さんだなと思うんですよね。だいたい僕も70なんですけど、皆さんもだいたい同じようなその前後でしょ僕は悪いけどね、もう寒くて嫌だなだからね、前僕ね、しょっちゅう通るんですよ。四谷、家が四谷で、僕は、ね、事務所が日比谷だから、あ、ごめんなさい、時間か。それで、あ、今日もみんな頑張ってるなと思うわけですよ。暑い時はこの暑いのにと思うし、今だとこの寒いのに大丈夫かなと思うんで、みんな頑張ってる。それを前を通るとですね、あ、ね、僕は行けないで申し訳、止まれないで申し訳ないな、でも最後まで頑張ろうって思って頑張ってるんです。みんなそう思ってるんですよ。それで今言ったように、本当に我々の原発、そのみんな本当に心に願っていることは、テント広場を守り抜くことじゃないんですよ。テント広場がいつまでもあるようじゃ困るんです。10年も20年も
あるということは10年も20年も脱原発できないということじゃないですか。やっぱり最終目標は日本から原発をなくしてみんなが安心して暮らせる豊かな心豊かな社会、そして子供や孫にお父さんお母さん私たちはこうやって頑張ったよ、だからよかったねって言って渡せる日本を作り出すためにみんなこうやって戦っている、そのことを思えばですね、目の前のことに決して一喜一憂することはないと私はずっと考えてました。で、まあ、中には、まあ、この裁判負けたらもう死んじゃうみたいに言ってる人もいたけど、僕はもうほら20年も30年も戦ってますから、山あり谷あり経験してますからね、なんかこれが仮に負けても一つの谷だな、でまた次盛り上げればいい、でそういう気持ちで戦いましょう、いいですね。で決してめげることなく一つの逆にチャンスだと捉え返して戦いましょうよ。で、私たちはどんなことがあってもとにかく日本から脱原発までは絶対に戦いをやめることがないということをお互い誓い合って今日の私の挨拶をさせていただきたいと思います。頑張りましょう、決戦で言うことなく頑張りましょう。ありがとうございます。なんとなく心が強くなったような気がします。黒津さんの おっしゃったやアメーバーのごとく、最終目標原発ゼロを目指して戦っていきたいと思います。終盤になりました、皆様にご報告があります。まず参加者ですが、傍聴に並んだのは333人、ここに来ていただいている皆様約400名となっております。ありがとうございます。そして先ほどご協力いただきましたカンパです。金額は219,845円。ありがとうございます。本日の集会を終わりたいと思います。これから政府は警察庁ともに戦っていきます。諦めずに鮮やかに粘って戦います。皆さん XJ にはどうぞご協力くださいますようお願いいたします。では気をつけてお帰りくださいませ。